あ、統治だ。2年目まずね、高卒コマゼロです。生活費なくなったね。そっからまたのし上がったのは、春大の歴史でもお前しかいないよって言われた東大先生、はい、1年間分の英語公文の授業を貸し出してくれたんですよ。ハローでは始まりました、森ちゃんチャンネル。さあ、今回のスペシャルゲストですね。もうやりません。はい、中本です。はい、中本先生においでいただきました。いや、前回はですね、両ゼミのお話聞いたんですけど、はい、塾業界はもう学生時代からやってたんですか？うん、全然。あ、そうなんですね。僕はね、バイトの経験って、はい、今現在に至るまで1回しかなくて。あ、そうなんですね。家庭教もやってない。まあ、家庭教は今の奥さんを1個下なんだけど、夏休みに4日ぐらい教えたかな。あ、教えたって言ってたけど、何もしてなかったけどね。イチャイチャしてたんだけど。うん、それしかなくて、何の教歴もなくて、上智の外国語学部英語学科に行ったんだけども、テストで一番ちょっと自慢すると上のクラス入っちゃったもんだから、はいはい、7割が帰国子女というところだったので、もう全然英語やる気になれなくて、うん、森田先生はね、ご自身の動画拝見したんですけど、その時に留学もされて、はいはい、でやっぱり喋れるようになりたいっていうのがあったと思うんだけど、僕の場合はもうものすごいやる気満々で大学入ったら、周りがもう7割が帰国子女で、休憩時間の会話が英語だったから、わ、うん、だからもういいですみたいな。僕には空手の道がありますっていうふうに全然違う方にちゃって、でそのままもう大学4年まで黒帯取るまで頑張って、さすがに空手では食えないから、うん、じゃあもともと高校時代は英文法オタクだったので、うん、英文法を勉強しようっていうので、大学院そのまま外国語学研究科の言語学専攻というところに進んで、太田明先生というね、英語学者、うん、ものすごい著名有名な先生が上智大学最後の年に修士論文面倒見ていただいて、比較について書いたんじゃない、統治です。あ、統治だ。ちょっと細かく言うと OSV っていう、ね、はいはいはい、話題学公文って言うんだけど、それで当時の一応まあ最先端のチョムスキーの枠組みで書いて、はい、でそこからねすぐにまあ元々予備校講師になりたいっていうのもあったので、トフルアカデミーってところのね、はいはい、講師になりました、ね、ただ一番僕自身のルーツというか、僕が勤めている予備校のことをうちはねって、うん、まあ寸大の時はあまり呼べなかったし、ヨゼミ今20年経ってもまだ部外者っぽい感じがするんだけどね。トフルアカデミーはね、いやうちの予備校はって言えるぐらい、まあ、一応寸大と掛け持ちで10年ほどやってたんだけど、うん、高2のテキストテストとか全部任せてもらってたこともあったので、うん、まあ、本当に40人ぐらいの9割女子なんですよ。あ、なるほど。楽しくて、ただまあ予備校講師1年やってすぐにもう結婚しちゃったから、うん、将来のこともあるからね、うん、大手予備校でやりたいっていうのもあって、寸大受けて、で先輩もやってらっしゃったので、うん、僕にとって大手予備校ってもう寸大しか頭なかったから、うん、で寸大の試験受けて合格して27ぐらいの年からかな、うん、もう本当に希望に満ちた感じで、うん、寸大講師の道を歩み始めたんだけど、結構これが順調でもなくてね、あのそうだったね、うん、2年目まずね、高卒コマゼロです。お、はいはい、1年目はね、八王子校で高卒のコマがまだ2コマ、まあ、50コマかね、はい、2コマぐらいあって、あと新宿校か何かの高2と、もう全然覚えてないんだけど、うん、それぐらいだったんだけど、当時は1年目から高卒モテる、モテるモテる、今高卒モテないんですよ。あ、そうなんだ。河合も駿台も1年目は高卒ダメなんです。あ、そうなんだ。現役でやんないといけないんですけど、うん、僕は午後部のコースだから、はい、どっちかというとあんまり勉強得意じゃない、うん、八王子の学生さん教えてて、大学の同期のやつとかが駿台では1年とか2年とか早めに活躍してたんで、いや2年目すぐ増えるよ、倍ぐらいになるよっていうので、僕も倍ぐらいになるもんだと思って、トールアカデミーのコマをちょっと整理して、ようこそいらっしゃいみたいな。なるほどなるほど。で3月かな、終わりかな、コマ見たら減っとりますけん。で高卒のコマがなくて、いや何でか分かんない、まあ評価してもらえなかったんだろうね。で寸大辞めた後になって聞かされたのは、先輩から言われたのは、お前みたいに1回ダメの烙印をされて、そっからまたのし上がったのは寸大の歴史でもお前しかいないよって言われた。だから多分ね、河合塾とかね、どうなのか分かんないけど、1年目見て、あ、この人使えないってなったら、まあコマステイかちょっと減るかぐらいで、そっから先ゴーンとこう、ここにこれまでのね、この席に座ってインタビューに答えてきたような先生方が歩む、同じような道を歩むことはないんだよね。そうなんですね。一回外れてないと思う。だからこの先生最初からもう順調だったと思うけど、僕の場合は2年目干されて戦力外通告ですよ。
で、いや参りましたよみたいな話してて、マジでね生活費なくなったね、先輩とか口を聞いてくれたんだろうと僕は思うんだけど、3年目にお茶の水の私立の一番英語ができない人たちのコースを入れてもらって、まあそれは嬉しかったね。その日だけはちょっと高いユンケル飲んでいきました。それ以外の日はリポビタンで入れたよね。八王子校はリポビタン D だったけど、お茶の水の時だけは当時の僕からしてみたらね、高いユンケルを買って飲んでいったみたいな感じがあって、2年目その戦力外通告で暇だったからトフルのボキャブラリーの本書いたとか、とにかく一生懸命寸大といえばやっぱり伊藤和夫先生の、はい、そうですね、当時主任だったから、うん、先生の1年間分の英語構文の授業を貸し出してくれたんですよ。講師、そうなんですね、強制じゃないよもちろんね、はい、で貸し出してくれて、じゃあ当然そういうの好きだから、うん、勉強しましたね、これ伊藤和夫先生の授業聞くとね、よく寝れるんですよもう完璧に計算されてるから、淡々としてるから15秒の CM は見てないと思う英語に興味のない人が聞いたらもう眠いだけだと思うけど、英語の予備校でやっていこうっていうんだったら、めっちゃくちゃ方向じゃん、あ、こう教えればいいのか、こう教えればいいのかって、解釈教室に書いてあることをこういうふうに言うのかっていうので、叶わなかったけど、あの時結果オーラで勉強してたのが僕自身は基礎になっているかなっていう気はしてますね。やっぱり伊藤先生っていうのはそれぐらい大きな存在だったな、やっぱそれで結果出していったわけですね。でもないよ、そうなんだから3年目が私立の私文系コースで担当して、そこで認めてもらって、これはね多分前代未聞だったと思うけど、20代最後の年ぐらいに本部校舎の3号館っていうんだけど、そこの東大コースを持たせてもらって、そういう人は多分いなかったと思う、20代で。で周りがだって伊藤和夫先生がいらっしゃるし、奥井先生っていう先生もいらっしゃるし、もう数学から古文から現代文からレジェンドな人たちですよ、本当の意味で の、 その僕が高校時代の頃からもう参考書書いてるような人たちがいらっしゃって、まあ年齢もかなり年齢差もね、上だったし、そっから4年目から10年目に終えるまではずっとその校舎を出向できたから、だからその出向校舎という意味では僕多分同じ世代誰よりも恵まれてたと思うし、その3号館の東大スーパーっていうのと、あと市外にね、はい、医学部のコースがあるんだけど、あと僕が入った頃はアカデミー校舎って言ってたんですけど、そこに総計の一番上のクラスがあって、当時その3つのうちどれか1つで英語の授業をすることが英語の先生にとっては出世コースだったんだけど、 その3つを全部同時に出てたのってちょっと僕だけだった、だからすごく出向コースに関しては恵まれてました、すごい感謝してる。当時やっぱり雑談はドーンとするする、するする、もちろんもちろん、まあ50分だからね、割合で言うと少なかったわけでもないのかな分かんないけど、もちろん楽しくやりたいし、僕一人が面倒見るわけじゃないじゃん、英語の勉強 ね、で予備校の本科コースというのは公文は高橋先生主任がやりますとか、長文は伊藤先生がやりますとか、作文は山口佑先生がやりますとか、めちゃめちゃ有名な先生たちで、文法仲本が来ますって、でもちろん古文は関谷先生が来ます、現代文二戸先生がいますとか、数学は三犬がいますとか、そういう人たちの中で僕が言ってさ、こんな感じで英語は俺の授業聞いとけばってなれるわけ、ああなるほどなるほどなるほど、しかも文法だしね、だからそこら辺を自分なりにうまく飽きの来ない形で伝えたいっていうのはあるし、だってもともと人前で話すの好きだったから、ちょっとした脇にそれたりもするし、けどなんか僕って教え方普通すぎて、だから教え方で批判多分しにくいんだと思う、だからなんか雑談がするとか、そういうところで批判されやすいんだろうかとは思うんだけど、まあ別に予備校だから、予備校っていうのは別に僕の授業嫌だったら来なきゃいいわけ、で僕はそういうふうにやれたのは、いや中本は雑談がどうのこうのって言う人もいるかもしれないけど、受験生とか、まあ当時の寸大生もそこまでバカじゃないよ、雑談聞くためにそんなに一番上の層が最後まで授業出てくれるわけないじゃん、そうですね、だって上のクラスの方が出席率最後まで年明けまで高いんだから、こんな感じで雑談ばっかりしてさ、でそれを聞きたいほど、まあ、寸大生にしてもゆずみ生にしてもそうだと思うけど、そんなにバカじゃないと僕は思うんだよね、だから俺はいろんな受け止め方あると思うし、だからもちろん授業の中ではもう一切科目に関する以外の話はしないでくださいっていうんだったら、そういう先生の授業を受けられるわけだし、でそういうのちょっとした意見を他の先生が聞きつけて、でまた言ったりとか、
雑談する講師はダメなんやとか言ってずっと悪口言ってたりとか、そういういや矛盾してませんかみたいなのもあるような気はするけどね。だからそれで俺怒られたことないよ、寸大で。なるほど。授業も進度ね6割ぐらいしかいつも進まなかったよ。だって比較だけで50分の授業だから1ヶ月以上授業やってた。ほう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 。だって10月11月ぐらいでしょ、はい、生徒が一番グワッと来るときに、不定冠詞の用法ですってあんまりやりたくないの。ああなるほど。比較とか、なものの方が絶対に生徒も食いつきがあるし、それで怒られたこともないし、生徒は不満はあったかもしれないけど、直接それでアンケートとかで僕のところに届いたことはないし、当時の生徒はね勝手に仲間ちゃんもう終わらんのかいみたいな感じで、進度が正常な先生の授業も出るみたいな。ああなるほどなるほど。感じで、それでやっててくれたような感じがして、やっぱり今それは求められないのかもしれないけど、恵まれてたよね。ヨゼミの授業でもやっぱ終わんないっていうのが普通だと思ってましたもんね、僕も。ヨゼミも結構終わってないよね。そうですね。富田先生、中本先生、絶対終わんないんで。はい。それででもまあそういうので当たり前だと思って、で僕の塾業界入ったらカリキュラム通りやってくださいってめっちゃ言われて最近俺も全部終わってます。あ、そうなんですね。河合はもうすごい全部チェックされてる。他の校舎で振り返りできるんで、終わんないと文句出ちゃうっていうので、一回で綺麗に終わんなきゃいけない。そうなんですよ。うわ、これ5、6年前から英文法のテキストをチーフで作るようになったから、さすがにチーフで作ってる人間が終わらないとまずい。なるほど。一回を綺麗に終わるわけにじゃないけども、できるできるだけきちんと12回で終わらせるようにはしてますけどね。頭から言ったんですよ。悪いこともしましたよ。おだって僕だもん。